こんばんは、かっけんです。あらだです。まいかです。はい、今回は、最近激坂内、はい、まああとこれ勝手にあれですけど、うん、個人配信でもたまに最近聞かれるようになったんですけど、はい、まあ、タイトルにある通り、あの新田最近新田実はかっけんより引いてないんじゃないか説を、はい、ちょっと提唱というか検証をしていきたいんですけど、ほう、あの印象操作で毎回新たが俺に振ってくるから確かに、なんか超美課金というか、はい、ものすごい厳選して引く男みたいに格好になってるけど、今週の格差つけたら俺やしで、1年間の課金額で俺の方が引いてて全然美課金じゃねえだけど、そうツッコミを食らってるから、ちょっと、まあ、やり返しじゃないですか、まあ、確かにおもろいねそれ、はい、まあっていう感じで、まあ、ちょっと今回、はい、新たくんのスカットを見ていきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと見ていきましょうか。どう見ていく、これさ、マイチームの選手だから、とりあえずの獲得順で見ていく。ああ、そうっすね。どっちから見ていきますか。こっちからまず見ていく、ね、そう、獲得順でまず最近誰取ったのかとか、はいはいはい、 B 固定最後に誰取ったのかとか気になるから、まずじゃあ最近見ていきましょうか、うん、獲得順で、まあ、まあまあ FP は引いてると、はいはい、はいはい、いいですよ。たまに来る、スライドしてっていいですよ。で、はいはいはい、で、パックも買ってますと、パック買ってるんだ。マラドーナ、あ、ドーナ、まずあ、まだまだ、イネーナ、ビニシウスとかこれまあ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 、あれ、まあ、いねえな。確かにビリフェノミナルパス、あれ、なんならあいつらもいないな。ザカリアとかもいないな。ザカリア・バペはドナルマ・バペもいないな。ああ、ザカリア・バペ取ってないな取ってないな、取ってないな、ザカリア・バペ取ってないな。迷ってる感じの月曜のレビューは、あ、まだまだあるもんね。あ、まだあるからこれ控えやろ、これ絶対控えやろ、もうで、あー、あ、リベリーは取ったね。リベリーさんですね。あー、なるほどね。あ、リベリーフォルラン、リベリーフォルラン、あと師匠もいます。ああ、ここはあれか、3人セットか、ここは、はい、あ、全然あのリベリー狙いだったんで、最後でした。あ、最後に出てきたってことか。あ、まあ、J をちょっと、あなたはここも行くからね。まあそうですね、はい、まあ、J はエスパルスがいたら、かけて取ったこのジャーメインとか、 J はまだもういいかなって。あ、いいかなって、あ、取ってはないです。ここでじゃあ、ね、まあ若干ちょっとここであ、ベッケン、あ、で、ベッケン出てきて、はいはいはい、あ、ブリッツ引いたね。引いたの。ああ、これあれ、ま、満足した復刻来たやつだよね。はい、やっぱ他のやつらいらねえなと思った人に使った。確かにキエザだけ。ああ、まあ俺442でサイドハーフだから、ああ、まあそか、ソン・フンミンでもいいのかなと思ったけど、うん、まあインデシだしね。サラインデシできつくて、うんうん、ソンはちょっとサイドハーフにしたらちょっと重いかなみたいな、うん、でまあキエザだけ欲しくてちょっと取った。はい、なるほどなるほど、感じ。まあこれもね、後々使ってみた時に、まあね、いるかどうかってもあれ、はい、そうですね。ちなみに FP って毎週引いてる人ともなんか当たりっぽいのがいる時だけみたいな。あ、どうだっけかな、あれも基本引いてると思う。ああ、そうなんだ、うん、じゃあ毎週定期的にいるそうだね、だからちょこちょこいるってことだよね、この、うん、あ、ブライムとかね。ここ全然 B いねえじゃん。ここいないぞ。確かにこの間、おい、そんな、おい、どこまで行くの B。 あ、エリ、あ、風見色、いや絶対中にいた誰かしらいたんじゃん、 B 固定。確かに誰いたこれ。いや、ここら辺たんまりいただろ、多分 B のやつら。だって最後に、え、風見色からこの期間誰、一番新しい B。 だからこの復刻のキエザでしょ。あれ、 B じゃねえよ、キエザ。え、確かにこっからもうリベリーだ。そえ、ここまでスルーしてるととか。そうだね、そうですね。風見ろっていつよ。サビオラとかか、2ヶ月前。あ、サビオラ、ダーウィッツ。ああ、そうかそうか、その辺をあれか。あー、ラームとかね。あー、ラーム、確かにラーム、なんで取ったの。ラームは全然後悔してるよ後悔してる、ラーム全然後悔してるよ、ラームは。あー、イニとかがいないじゃん。そうそう、まあイニエスタカカ、まあオーウェンとかデニスロー。あー、あー、そうね、そうね。あ、まあまあ、ダービッツとかイタリア系で、うん、ワイエル、ラーム。え、カゼミロの次の B は、カゼミロの次の B、まあワンビその辺のやつら引けて、まあ、J 引いて、あー、ルミネゲ、ここか、どこまで遡る、ルミネゲって。これルミネゲ、これですかね。あ、じゃあ、あ、まあ、1ヶ月、はい、まあ、その間は、あー、まあスコールスとか、ね、とか、マケレレ復刻、じゃあアドリアーノ、ジーニョを踏まえて見てみます、スカット。じゃあいきますか。じゃあ、アルトのいっちゃっていいですか。ちょっと見てみましょうか。はい、まあ、もう、そうそうだよね、もうデニューソン、ネイマールとかね、そこの辺カメレオンとかか、出しとく、カッケンのスカットもこらへんに一回ね、一回、一回、一回ボックス出してください。いや、絶対触りそうだなじゃあ行きますよ。はい、行きましょう。はい、
あ、ごめんなさい。なるほど。ごめんなさいね。これはまあ、ちょっとごめんなさいね。アジスね。アジス、はい、これ最近行った選手なんで。あ、そう。はい。あー、まあまあまあ、明らかに引いてます。まあそうですね、引いてはいるって。どうだろう。引いてんのかね、これね、角剣より。あのね、やっぱ角剣に関しては、ディフェンスラインに変なのがいるというか。明らかに犠牲な選手が何人かいるせいで、あんま引いてないんじゃねえかなって思っちゃうのよ、関係ない。まあ、確かに、まあ、後ろはもう固定、いつもですから個性が出るのよ、関係後ろに。確かにそうかもしれないわ。これ見るとやっぱさ、ロベカルぐらい、まあ、ロベカルぐらいちょっとまあ、ね、そう、ちょっとあれぐらいで、うん、他はまあまあ本当よく見かけるからさ、うん、まあそうだ、まあ、マラドーナは気合いで開けた。あー、左、うん、はいはい、左サイドハーフを。ヘーネスも右一応。そう、ヘーネスも右開いたね。ヘーネスも右開けたね、確かに。そうだ。で、ベンチは。ヒルズホワイト。しかも、シムフがね、そう、ラーム本当に欲しかったの、さっき言ったけど。今、フレンキーで読むと、今、瞑想してギブスホワイト使ってるからね。意外と悪くないし。悪くないね、スピードアップ。思ったより。そうだね、なんか、別にまあ、いらないっちゃいらないね、なんか。まあ、いらないっちゃいらない。なんだろうな、ここをピンポイントで補強したいなっていうのを、ほんとシムフ欲しいね、一人。そう、シムフラームぐらい、ほんとに。シムフ B でなんかちゃんと強いというか。はい。まあ、ちょっと負けれるだから、ちょっと行ってもよかったんかなと思って。確かに、引いてもよかったレベルな気するな、はい。なんか入るかもしれんから、負けれで。はい。じゃあ次来たらお願いします。はい。確かに、ギブスホワイト並んいるんだったら、まあまあ。だって俺、ギブスホワイトしか代わりいなくない？あ、中盤っすか、うん、まあ、ライカールトかギブスホワイトってなんかこの高低差が非常にありすぎるけど、確かにもう一枚いても良さそうな、はい、ベンチ外は、ベンチ外は、まあ、ちょっと多分下の方にあの振り直し用でちょっと多分リセットしちゃってる人がいるけど、うん、まあ、あ、エリクセンそんな刺さらんかった？あ、確かにエリクセン、あ、なんかね、もうちょっと軽さ欲しいってなっちゃったんだよ俺。あ、確かにちょっと軽、そうだね、タイプ的には若干機動力的なとこが欲しくて、うん、だからベリンガムちょっとね欲しいかもね。あー、まあまあまあ確かに、うん、あ、待って、ルンメニギ外れてる。あれだ、ルンメニギはこれ本当に理由があって。何よこれ、わかります？これ能力見た時になんか、え、これ振ってる全部ちゃんと、これわかる。いや、これちなみにタレントポイント全部売ってるんですけど、これなんか違和感ありません？この癖。いや、かなり違和感はある。なんかスッチ引きになって、いろいろ引きになって、決定力もドリも。いや、あ、でも、あ、ちょっとスカット入れてみて、スカット。これちょっとあれだ、まあ、使おうとしたら俺センターフォワードなんだけど、もちろん、うん、俺なんかしね、わけわかんない生きてしてて、なんかパスパスって言ってて俺マジで気づかなくて、これ俺マジで、いや、俺だ、多分あ、無料の時に多分ふざけてオムフとかで使ってたのよ。あー、そこか、それはもうリセットし忘れてたの俺。パスか。そう。だから多分今俺入んないの、スカット。これ、使いたいの。まあセンターフォワードしかやらせないんだったら、まあパスはいらんよな。そうなんですよ。振って4とかでいいよね。だからちょっと今眠ってるとか。だから早くこれ来てほしいの、無料。ちょ、60万俺使えないから。いや、目に来たら GP 使った方がいいんじゃない？だから無理やり江藤使ってる今。まあ江藤しかいないから。逆に。江藤しかいない。はいはいはい。はい、これ、強いキーパー来たら引くの、あなたは、B の。いや、俺、クルトは最強だって思っちゃってますよ、これ。やっぱ止めるよね。はい。うん、分かりますね。強いよな、このクルトは、マジで。クルトはやっぱいいと思うんですよね。明らか止めるよね。はい。あと、本当に低弾道がないぐらい。スキルが、やってるわ。チャレンジしちゃってる。もうずっとチャレンジしてんの、俺。マジで時間かかるよ。これかかるよね。時間かかるよ。いや、格拳なんかさ、当てた時さ、全然なんか、あ、当たったぐらいだったけど、俺多分当たったらすごい嬉しいと思う。声出しちゃうと思うわ。これだってもうシザースに浮気してるだけでしょ。お、ここの枠、そう。ここシザースのとこ今ね、必死に。もうなんならゴッドで PK ストーパー欲しいから。あ、いいね。うん。多分シザースヘッダー以外は多分俺 PK と低弾道つけて残り一緒だと思う。いいな、何枚使ってんだよそれ。めっちゃ使ってるよこれ。あなた的にはこう引いてる感覚はどうですか、自分。でも最近俺結構我慢してる感覚はありますね。ああ、ちょっと使いてえなぐらいだったら、うん、少し触ってみて、そうでもなかったらいいかみたいな。最近結構ね、ちょっと俺めっちゃ外食しててガチで金ない。そっちの理由。そう、俺あのガチで、うん、最近クレ食べるたびに恐ろしくなってんだよ俺結構。いや、わかるわ。わかるよね。そうそうそう。
うちゃんと最近我慢してる感覚が正直ある前正直俵積みだとかもそうなんだけど、確かに、あ確かにこういうのも出てたらちょっと気になるならってもう言ってたね。なるほどね。最近もう絶対刺さるやつじゃないと引かないから、あコントロール始めちゃったもん。そうなんですよ。リベリとかもまあ多分これ刺さるなって引いてるんだよね。その枠がちょっと最近減ってるなって感覚はしてる正直相当刺さらないと取らなそうだねこれね。そうなんですよ最近のあれだと。だからマラドーナとかもそんな感じかな、うん、最近編集長って試してるんですよ。ああそれなんか思ったわそう最近ね編集長が4回来るためにまるまる引かないんすかとか言って引かせてでちょっと育成もこんな感じいいっすよってなんか自分好みのちょっとやらせてでフレマでちょっと試すっていうのうん俺誰か試したんだよな最近。どうあれバペじゃない。バペでやったの。あバペだ。バペでなんかどんな感じっすかとかずっと聞いてたもん。ずっと横いた俺も編集長つきっきりでもうマンマークもうマンツーマンでずっと見てこれはちょっと厳しいんじゃないかなみたいな。意外に大事だよねその意見、その編集長とかの実力の人の意見、はい、あこれマジそう、うん、編集長と銀次君だよ。あそうそう、ね、ちなみに俺ザカリアは銀次のあれで撮ったから本当にこのディビさんの意見、ディビさん付近の方の意見、はい、これ非常に大事。そうあのやっぱ操作の技術がちょっと乏しいから、はいうん、マジでその AI の強さとか、うん、そう自分が触ってない時の強さとかあとあんま上手くないからこそ触ってる時に強いってその人が感じるってマジで強いんだよね。わ、うん、かる。これ銀次も本当に誰使っても同じな気がするってパターンの人なんで、ああそうなんだ。選手、うん、が言 う, そう強い人本当に強い。銀次がだから強いっていう選手俺が信用してるんだよ。銀次に毎回レビューしてもらいます銀次ほぼ引いてっからはい、というわけで、まあ、今回新たの、まあ、疑惑について、はい、ちょっとスカッと見ていきましたけど、ね、これどうですか実際どうでしょう。学研から見てちょっとあこいつやっぱ引いてないじゃんと思ったのか、あ思ってたよりもそう思ってんだみたいな。いやでもまあ前々から俺マジで初回から俺より引いてねえだろと思ってたまあ前も話したけど俺も FP いないんでベンチに。ああ確かにね。新たも3人ぐらい、まあ、デヨングも入れたり。確かに1、2、3、あ、4人いますね。多分自分よりどっこいどっこいか引いてないぐらいかってずっと思ってたから。ああちょっとそれがねやっと伝えられてよかったですいや俺でもここでもう一回格言のディフェンスライン移しとこう俺なんで課金してんのディフェンスラインこれなんだっちょこれじゃあ視聴者にもこれ聞きましょうか。ちょっとどっちがね確かに聞いてると思うかみたいな。まあそうだね、うん、はい。まあぜひそちらの方のコメントもよろしくお願いします。はい、します。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。